に参ります。お仕事お仕事っと。オロチのオロチ亡き後、炎症殿はかなりの勢力を得たようですね。ですが、オロチが復活しようとしている今、炎症殿にふさわしきは主役ではなく脇役。炎症殿にはこの戦で己の役割を理解していただきましょう。炎症殿は迎撃の構え、戦いは避けられません。ソイ、お前の知力で義軍を粉砕するのだ。己の力を試すため、ね、職を離れて早数ヶ月。願ってもない機会、必ず勝利してみせましょう。私がエンタンと話してみましょう。あのお粗末な雰囲気は片付いたようですね。
葬儀の狼藉を許すな。全軍さあ出番が来たか。我が力見るがいい。宗妃殿の要請に応え援軍に参った。宗妃殿は孫悟を動かしたならと私が炎章殿を。Go!
三国無双なり。 曹操殿と宗妃殿はやはり親子。やり方がどこか似ている。覇勢力を吸収し清盛に対抗する力を得る。少々手荒いですがご容赦ください。気にするな。孫悟も事情は織り込み済みだ。力ずくで我らを従わそうとするとは。曹操殿は第二のオロチとなるつもりか。 よい、もうよい。海軍の将に戦を語る口はなし。上皇、お前の勧め通り私は友の力となる。それが世を正す。やけに素直じゃねえか。気持ち悪いな。顧問がどうしても頭を下げているのだ。名家なっちゃおうとして救わぬわけにはいくまい。 行くぞ。曹操軍を加えた新生炎将軍が必ずやオロチの復活を阻止してみせよう。ある意味安心いたしました。では曹操殿のもとへ参りましょう。